してて、あ、そうだったと思って気づいた。15時となりました、接客ビジネスを応援するプレシャスタイムのお時間です。私宮田恵子がお送りいたします。この番組は接客ビジネスに関する情報をお伝えしたり、ビジネスの世界で活躍する方々をお招きする番組となっております。 Zoom で、東京よりお送りしております。皆さん最後までどうぞお付き合いください。またまたのゲストですけれども、また去年のね末頃に引き続き、お出に出演していただきました市販ビジネス実践会代表の増田健二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、先日ちょっと話し足りないベンチマーキングのことについて今日ぜひねお話を伺いたいと思いますので、後ほどまたゆっくりお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてお相手は、はい、FM ギの佐藤真奈です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmギノワン.com です。またFM ギノワンでは YouTube ライブとツイキャスにて映像と音声も配信してますので、ぜひぜひご覧ください。そこで一旦 CM を挟みまして、またよろしくお願いします。はい、お願いします。お送りしております。この番組は接客ビジネスを応援するプレシャスタイムです。マネティちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、引き続き今日は、市販ビジネス実践会代表の増田健二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、1月1日元旦に、はい、去年ね、11月の14日かな、長崎県佐世保市の私たち一緒にセミナーをやっている、トップリカーズ MKさんに、はい、セミナーに行きましたっていうお話をちょっとちょこちょこ、ね、はい、お話してたんですけど、はい、なんとですね、上海タイムズでお酒 の新聞、へえ、そんな新聞あるんですね。はい、新聞があるんですけど、その業界誌 の業界の新聞に1年半、うん、ぐらいですかね、増田さん。あ、1年半ですね。はい、セミナーの様子ですとか、はい、どうこう学びがあって、はい、お客様にどういうふうに愛されて売り上げも一緒に伸びてきてますよっていうお話を、すごく詳しく書いていただいて、まあ、私たちちょっとした寸劇もやったんですが、ちょっとその恥ずかしい写真も載せていただいて、去年の
まあ、終わり頃の大トピックだったんですけど、こういう、こう、紙に残るってすごく嬉しいことだなと思いまして、まあ、業界の方よかったら、読んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、楽しかったですね、増田さん。そうですね。もう、僕、こんなイベントはちょっと僕も初めて。はい。ね、で、まあ、異業種っていうか、異業種もないんですが、日本酒つながりの化粧品で、うん、今やっぱりちょっと日本酒離れっていうのが実はあるみたいで、はい、まあ、今、こう、今回の事例ですと、お酒、日本酒をあまり飲んでなかった方が、お酒の世界に入ってきて、コスメから入ってったっていう事例とかも、やっぱり気に残していただいてたんですよ。だからすごく嬉しいなと思って。そうですね、本当僕びっくりしたのはね、やっぱり今ほら需要の喚起とかね、需要の創造とかやっぱり、ね、うん、業界で言われてると思うんですよね、需要っていうのは要は必要であるってことに気づかせる、改めてこれが必要じゃないですかってことを気づかせる、これを需要の喚起って言うんだけど、はい、その需要の喚起とか需要創造っていうのはね、単品でだけではね、限界に来てるんですよ今。なるほどね、商品アイテムが情報が多すぎてね、だからやっぱりコラボしないと、はい、もうそこから入ってこれない、需要の関係がもうできないような状態になってきてるっていうのが今上下状態だと思うんですよね。そうですよね、はい、だからやっぱりそのコラボって言ってもね、全く関係ない商品ではなくて、そのお酒を作る過程でできていく、この日本酒のその米の抽出みたいな、で発酵の時に出てくるものからとか、ね、高級な SK うんぬんとかっていう化粧品も、そこから出てきているわけですけれども、同じように、その酒造メーカーさんが作られたコスメっていうことで、飲んで美活で、つけて美活っていうのをね、そうそう、実際にお客様が味わっていただいて、お酒の方にも興味を持っていただくっていう、いい流れがすごくできた事例ですよね。そうですよね。本当ね、だから日本酒とその美肌、ね、はい、みんなこれ関連づいていることは知ってるわけだよね、うんうん、日本酒って肌にいいんだよねってことね、はい、だって化粧品とかなかった江戸時代とか平安時代の、うん、例えば小野小町なんていうのはね、日本酒顔に塗ってたっていう、うん、ああなるほど、ね、江戸時代の、ね、女性がね、その保湿するためにね、はい、ね、物見みたいなものを顔に塗ってたとかね、みんなやっぱそういう関連性は知ってるのね、うんうんうん、だからやっぱり酒っていう需要が、うんうん、もう限界に来てるんだったら、そこにやっぱり日本酒とコラボ、酒と、はい、コスメをコラボさせることによって、今皆さんが言われたようなその、ね、コスメの世界から日本酒の世界に入っていく、はい、逆に日本酒の世界からコスメの世界だとね、はい、まだ一石四鳥のような効果がね、期待できると思うんですよ、うん、そう、しかもこう日本人なので、はい、お米ってこう身近にあるのに、うん、そうそうそう、はい、なぜか別の全然違うところに興味があって、うん、お米からできている私たちの DNA に一番近いところにあるの、そうそうそう、まさにそうですね、そうですね、だからやっぱり、うん、お米を食べてお酒を日本酒飲んで、私実際アルコールアレルギーなので、アルコールダメなんですけど、ただ酒粕パックであったり日本酒のコスメってすごくいいなっていうのを実際感じていますしね、うん、本当に私シャネルにいたりとかしたので、外資のああいう商品をずっと使ってきたんですよ、うん、万円もするで、今やめて日本酒コスメをずっと使わせてもらってるんですけど、本当にやっぱりいいですね、お客様が実感されるのも納得っていう感じはあります。やっぱりコスメの専門家が、ね、こういうふうにおっしゃって、確かに間違いない、ね、間違いないですよね、まあ、本当にいいと思います。だから、うん、なんて気づかなかったんだろうってすごく思いますよね、うん、今からでも遅くない、そうそうそう、うん、だからこれね、酒の業界でもそういったコスメって今までね、はい、確かに売ってる店はあったのね、酒を売りながらコスメを、日本酒コスメを売ってるっていう店だったんで、あとそれは、ね、あくまでも置いてるだけであって、はい、提案訴求が全くなされていないっていうのが現状だった。だから何ていうの、イオンだとか、今まで全く僕興味なかったって、見てなかったんだけども、コスメが主流になって、やっぱりちょっと関心持つようになってね。
であのイオンとかに行って、うん、そのコスメ売り場を見て、あ、日本酒コスメってあるのかなと思ってこう見てみると、ね、やっぱりもうね1アイテムか2アイテムぐらいしか置いてないよね。残念なんだけどやっぱりそうなんですよ、うん、だからやっぱり市販店さんでこうカウンセリングができる状況でやっぱり売るのと置いてあるだけっていうのは全然意味合いが違いますよね、うんうん、だから本当市販店でもねあの扱ってる店あるんだけどもただ置いてるだけ、うんうん、みたいな感じでね。だからそこはやっぱりこうカウンセリングで、はい、ね、うん、だとお酒もカウンセリングできるんだから、そう、うん、そうなんですよ、うん、だからね問題それがねあの、まあ、今日のテーマのベンチマーキング、うん、はい、はい、あのこれがね本当あの僕はね消費者っていう言葉は極力使わないよね、うん、なんでかっていうと消費者っていう対象が物になっちゃう、うん、ね、物を消費する人が消費者、僕は消費者じゃなくてお客さんってのはやっぱり生活者だと思ってね、うん、いろんな業種業界に世話になってる。例えば車に乗ってる人は車の業界に、はい、それから保険に入ってる人は保険の業界に関わってるわけだし、洋服着てるんだったら医療業界にも関わってるわけだし、病院に通ってるんだったら医療業界、さまざまな業種業界に関わってるわけで、その中で僕ら生活している。そうするとどっかにあの予算をつぎ込んでしまったら、それをどっかで補わなきゃいけない。確かに、うん、あのこれ一つ事例、面白い事例があってね、うん、僕の友人がねまだ子供たちが小さい頃に福岡から家族4人で東京ディズニーランドに行ったらしい。あ、そうすると家族4人でディズニーランド2泊3日かなで、うん、まあ、旅行パック代だとかあの食事代だとかいろんなものをプールすると大体30万ぐらいかかったらしいよね。うんで帰ってきて奥さんから、うん、ね、うん、あなたは悪いけどちょっとお金使いすぎちゃったんで、はい、小遣い半額にカットするからって言われたらしい。いくらカットされたか俺知らないけど、うん、でもらった小遣いが半分になるわけだからどっかでそれ穴埋めしなきゃいけない。なるほど。彼がまずやったのがお昼を会社の近くの喫茶店でランチ食ってた、うん、それをねやめてね奥さんの手作り弁当に変えたらしい、うん、奥さんが私が弁当作ってやるからってことでね、はい、そうするとその今まで食べてた喫茶店は一人の顧客奪われたことになるわけね、うん、じゃあ誰に奪われたのか。ディズニーランドでしょ。そうね。ところがねこれベンチマーキングの発想がない人はその喫茶店の店主はね、うん、あの人別の喫茶店で店でお昼食べ始めたんだとか考えちゃうんですよ。なるほど。そうじゃない、ね、だから僕ら生活者は例えば新車買ったからちょっと晩酌やめろっかとか、うん、うん、家を新築したんでちょっとファッションにお金かけるのやめようかとか、うんうんうん、全部業界つながってる中で生活してる。だからどっかにお金かけたらどっかを削らなきゃいけないっていう。なるほど。この発想ができるかできないかなんですベンチマーキングって。うん、なるほどね。いやー、なんかどこでお金使ったか、そのディズニーランドじゃなくて奥さんのお小遣い減らされたっていうところにしかいかない感じはするんだけど、原因はディズニーランドに行って30万使ったからっていうことです。そう、うんうん、そんなことって僕ら普段生活する中でねいろんなところでそういったこと起きてるわけじゃない実際。はいはい、そうです ね、 ね、まあ、これも実際になったことなんだけど、僕もお客さんの酒屋さんでね近くにパチンコが来たらしいの。はい、パチンコ屋ね、はい、全然関係ないよねパチンコ屋なんて、うん、ね、ライバルとも何とも思わない。うん、ところがねあるお客さんがそこできたパチンコ屋に行ってパチンコ屋の帰りに晩酌の酒買って帰ろうと思ったらしいのね、はい、ところがパチンコでお金使いすぎてしまったから、はい、買わずに酒屋の前を通過して素通りしていったという、これね、だから関連してるわけさ。うーん、全く競争がライバルとかそういったね関係ないんだってそう思っちゃダメなのね。うんうんうん、全部つながってるわけだね業界。確かに、うん、パチンコで買ったらめちゃくちゃいっぱい買って帰ってくれたかもしれない。そう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 。うん、近くにね旅行会社ができた。でも旅行会社から関係ねえやなと思ってたらとんでもない話で、お客さんは旅行会社でツアー申し込んだから、うん、じゃあちょっと晩酌やめるってことになるかもしれないし。うん、だから、うん、要はねいろんな業種業界のものを、うん、天秤にかけて、うん、どっちが自分にとって得かなっていう。うん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 、これこの間ね僕の盟友の高知県の司ボタン酒造っていうね、うん、蔵元の社長が毎年福岡でね福岡司ボタンの会っていうのをやってて、でね
ちょっとコロナで4年間やってる、4年ぶりになったんだけど、今年で、去年かな。で、ちょっと参加者が少なかったの、今回。あ、そうなの？なんでかって言ったら、ちょうどね、ドリカムのコンサートと重なっちゃったの。なるほど。ドリカムのコンサートと重なった。福岡でドリカムのコンサートがあった。そうそう、ペイペイドームであったのね。ちょうどその日。で、つかさボタンの竹村社長、僕の盟友なんだけども、竹村社長が何て言ったかって。あ、うちはドリカムに負けたって言ったのね。まさにこの発想なんですよ。ああ、そっか、うん、確かにね。つかさボタンの会に行くか、ドリカムに行くか、うん、どっちか選択する決定権はお客にあるわけだから。うんうん、確かに、うん。これがベンチマーキングの基礎なんですよ。なるほど。じゃあ、お客様、酒屋さんだったら、やっぱりそこを考えて、うん、うん、じゃあどうしたらいいですかね。だから、要はね、その、自分たちの商品を扱っている業者がライバルじゃなくて、もうライバルなんてもう目の前にいっぱいいるっていう意識を持っておかないといけないってこと。うん、なるほど、うんうん。近くにパチンコができたから、パチンコなんて関係ねえよと言うんじゃなくて、うんうん、今言ったようにね、パチンコで負けたお客さんが酒買わなくなってくることだってあるわけだ。うん、はいはいはい。そういう発想に持っていかないといけないってことですね。なるほどね。まあ、全部ライバルいますよね。で、自社で買わなかったら、自店で買わなかったら、どっかで買っちゃうわけですから。そうそう。ね、これがね、やっぱりね、プロダクトインとマーケット、あ、ごめんなさい、プロダクトアウトとマーケットインという発想が、ね、プロダクト、アウトっていうのは、商品中心の発想。うん、でね、このプロダクトアウトの発想の考え方の人っていうのが、これベンチマーキングができにくいんだね。なぜかっていうと、商品しか見てないから。確かに、ね。だから商品と同じ類の商品がライバルだと思っちゃうわけさ。はい。マーケットインの発想の場合は逆で、お客さん中心の発想だから、だから生活者中心でしょ。はい。うん、だから、商品と、ね、関連づいてる商品、商材って全部ライバルになっちゃう。うん。確かに。今言ったように、酒とパチンコもライバルだし。うん。先ほど車だってライバルだし。そうですよ、ね、うん。そういう発想なのね。うん。お金は限られてますから。そうそう。僕らね、使える。一定の収入の中で生活してるわけだから、うん、その中で、どのお金をどの分野につぎ込むか、どの商品につぎ込むかっていうことを常に考えてるわけですよ。そう。確かに。うん。そうなると、やっぱりその商品の良さを伝える。そう力がすごく大事に、そう、そこなの。だから魅力的にきちんとその人のニーズに合った商品で会話をしていかないと、うん、そういつも飲んでるけどじゃあやめようかでならないように、そうそう、これだけはやめられないっていう風な商品の価値をこう、うん、販売員さんが生んでいかないと、うん、やっぱそこは私はやめないわってやっぱりお客さんに言わせないといけないってことですね。だからそこはね、うん、やっぱり物と人とのつながりだと結構そうなりやすい、変わりやすいね。うんうん。物と人とのつながりだと。ところがね、人と人とのつながりだとなかなか変わらないよ、そこは。本当そうなんですよ。うん、ねえ、だからなんかさっきのその話にも、この新聞の話に戻りますけど、やっぱりそのコスメってどこにでも正直売ってるじゃないですか。うん、酒屋さんで買わなくても、通常は化粧品屋さんで買うでしょって。はい、でもあえて酒屋さんで買うっていうのは、そのお店の方とのつながりがすごく重要、ね、だから同じ商品ですけど、でもやっぱりここで買ってお客様がそのいい気分になるとか、うん、アドバイスちゃんとしてくれるとか、うん、そういうその人とのつながりがあるから、やっぱりちょっと一駅遠いけどこっちで買おうっていう風に変わると思うんですよね。そこも一緒ですよね。うん、だからそこね、新聞に載ってる福田さんの事例なんていうのは、やっぱり福田さんに会いに来てるのね、うん、あれ。そうそう、本当に、うん。福田さんと会話をしに来てる。うん、僕ね、商売ってこれだと思うの、結局。うん、物を買うんじゃなくて、あ、この人とちょっと顔見たいわとか、あなたの顔見に来たのとか、うん、そこじゃないかなと思うね。そうですね。だからその、接客でどこまで、その、やっぱり、販売してる人たちだったら、やっぱりお客さんに喜んでほしいって思わない人はいないと思うんですよ。いないいない、早く帰ればいいなんて思ってる人、うん、絶対いない、うんうん、喜んでほしい
からそのいろいろ考えて言葉をこう選んで話してると思うんですけど、はいはい、それをこうどういうふうに伝えるかっていうところが、その自分の思いをこうきちんとこう相手に伝えるっていうスキルってやっぱり必要なんですよね。だからね、うん、例えばね、物だけしか置いてない売り場ってあるじゃない。うんうん、何の説明もない、ただ商品置いてるだけで、はいはい、あんなの見たってね、本当ね、この店売る気あんのかなって本当思いますよ、本当そういうふうに。やる気なし、うん、やる気なし、本当売る気あんのかなって思う、うん、ね、ポップも書いてない、ひどい場合になるとね、値札すら置いて書かれてない、えあるんだよ。でね、実際ね、俺なんで値札ないのかなって聞いたら、いやいや買うんだったらお客さん聞いてくるだろうなって言ってるわけ。聞かないって、そんなの、俺いくらですかなんて聞かないですよ絶対。だって聞いたらさ、この人値段気にする人だと思われたくないから、うん、うん、絶対聞かないですよ。だから絶対値段は書いとかないと。値段書いてて値段聞いたら買わなきゃいけないって思うかもしれないじゃないですか。そうですね、うん、だからやっぱりそこは、いや、やっぱりね、そういう勇気があるお客様が全員じゃないから。そうそう、うん、苦手な人も いますよね、話すと、うん、思い切ってお店に来たのに、うん、何を書いてなかったら、そうそう意外に多いんですよこういう店。そうなんですか。多い、特にね、まあ告知悪いけど酒屋結構多いね。あ、酒の業界ってのは意外に多い。あのポップもね、なんかこう商品のパンフレットから切り取ったやつをそのままコピーして貼ってたとか、うん、あ、なんか読んでてもね、おい、じゃあちょっとこれ買ってみようかとはならないようなポップ。へ、うん、POP ってすごく大事なポイントオブセールス、あのポイントオブ、パーチャスね、うん、あのすごいあの大事な要素だと思ってるんだけども、うん、なんか全然そのね、ポップをただの商品説明と勘違いされて、そこに商品説明を書かれてるだけのね、はい、マニュアルみたいなものですけどね。そうそうだよ、確かに。一番面白いのはね、1000円のワインと1万円のワインのポップの量が同じ量、ポップの量、文字の量、あ、ね、文字の量が1000円のポップのワインのポップの量が、例えば10行あるんだったら、1万円のおワインは100行ないといけない。確かにね、そんな長いポップ読まないよって言うんだけども、何読むのよ好きな人は、ね、読むの。そうでしょうね、だってやっぱり1万円出すんだったら、そうですね、いろいろこう知りたいかなとは思う。そうそう、うんうんうん、確かにね、やっぱそこら辺がその熱量っていうかね、お店のね、お客さんに、ね、この商品の価値を伝えようっていう意思がないわけよね、そう、うん、ないとやっぱりそう忘れられるお店になっちゃうのかな。そうなんだ。だから、もう2回目の相手がないわけね。記憶に残んないから。うんうん、確かにそうですね。やっぱりこう、さっきの話だけど、やっぱお客様、私たち、あの、福田さんのところに行って、セミナーの IP にお客さんいらっしゃったときに、はいはい、やっぱりそのさっきの、また会いたいからって言っしゃったのを聞いて、うんうんうん、あ、やっぱりこれだよねって思った。そうそう。思った。あれも、あの、福田さんがさ、うちから持っていきましょうか、配達しましょうかって言ったんだけど、うん、いやいや、私が会いに来るからって言ってな、うん、お客さんがね。へえって。あれはすごいな、やっぱり、福田さん夫婦のやっぱり魅力ですよね、あれはね。しかも四国の方。そうそう、しかもね、香川県から。香川県のお客さんでね。福のお店なのに、うん。香川県に酒屋ないのかっていっぱいあるのに。ね、ですよね、わざわざ。うん、ねえ、ほんと。すごいな。本当、香川県の酒屋さん頑張ってください。本当に長崎県の取られちゃってる。ねえ、本当に。まあまあ、じゃあ、まあ、今日はね、あの、うん、ベンチマーキング2でしたけれども、はいはい、はい、まあ、今後ね、あの、私たちもやっぱりもっと主販業に、あの、いろいろこうね、ベンチマーキングをね、伝えていかなきゃいけないです。そうです、うん、この考え方ね。うんうん、もう商品だけが、同じ商品だけがライバルではないと、うん、ライバルはもうすべて自分たちの周り業種業界全部ライバルだという意識を持ってて、はい、うん、お客さんがそれを選択しているという、ね、はい、うん、そういう意識に立つとやっぱり戦略がおのずと変わってくるんですよ。ですよね、はい、まあ、あの、今年の目標も皆さん立てていらっしゃると思いますけれども、はい、どういうふうに
やっていくかっていうのをこう今からやっていかないと遅くなっちゃうので、確かに頑張っていきたいと思います。はい、はい、ということでお時間もあと1分と迫ってまいりました。また早いですね、終わるのね、話足りないでしょ、まだまだパーティーすぎやるではまた来週も出ますか、じゃあ。あ、いいよ。まあ、いろいろこう市販の業に向けていろいろ今年いろいろ考えていますので、ぜひ来週も一緒にお話しします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた来週、この時間にお会いしたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。